皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、神次元ゲームネプテューヌビクトリー実況プレイのパート7です。引き続きお話を進めていきましょう。また仕事に出んのかな。あ、違う違う。なんか、メモリーコアか。を探しに行くんだ。あ、特に何かイベントがあるってことかねえな。とりあえずやってきたものの、どこに行けばよかったんでしょうか。ギルドかな？あ、あった。振り向いてくれないの。何が？え、で、どこ？謎の輪っかの奥。その辺で拾ってくれないのかな？謎の輪っかでしょ？変えたね、攻撃範囲が変わった。ここで、おお強い。私の活躍ちゃん。それは残像だよ。どうしようかしら。もらったわ。ここで、エネ、待ってました。どいつが落とすんだ。あ、やっぱこいつか。ジャンプ。じゃあこの、ユニットを狙って勝負かけよう。こいつじゃねえな。ネガティブな受益。よし。さて、どうしようかしら。はっ、はっ、やったわ。はっ、ねえ、プネプネしてやんよ。私にとって、あれ、ドロップしねえ。いや、アタッカーとしては頼もしい実力だね。さすが。ジャンプ、カンガルーのように。なんか出てきた。さっさと終わらせるわ。はっ、やったわ。えへっ、邪魔よ。プネプネしてやんよ。大勝利。いないんだが。復活したかな。いた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 。どこを見てるの？こっちよ、こっち。そこで。あ、外した。もらったわ。えへっ。私の勝ち。
ぬいぐるみで歌うの面白いな。ドロップしね。イベント発生。あれ？ねねね、ノアル。何よ、いちいちうるさいわね、あなたは。釣れないお言葉。まあそれは置いといて。ほら、このクエストの依頼文、ルインの近くのって書いてある。そうね、それがどうかしたの？だってルインだよ、ルイン。ルビーってことはブランがいたりするんじゃないの？ブラン？ブラン？ああ、そういえばルビーの女神はそんな名前だったような気がするわね。やっぱり！そっかそっか！ブランはルビーの女神なんだ。うんうん。レプちゃん、嬉しそう？そりゃ知り合いがいたら嬉しいよ。ノワールみたいに偽物かもしれなくてもさ。レプちゃん、ルビーの女神と知り合いなんだ。すごい。偽物よな。ブルルータもいちいち真に受けるなんて何と言えばわかるのな。よし、今から会ってくる。ノワールは冷たいけど、ブランは違うかもしんないし。私も絶対近づいちゃダメって言われてて。閉鎖的な国なのよ。唯一の国だから必然的に管理が厳しくなったのかもしれないけど、出国も厳しければ入国するのももっと厳しいわ。中で争いが起きてるって話は聞かないから、一度入っちゃえばそれなりに平和なのかもしれないけどね。じゃあルウィも私の知ってるルウィと違うんだ。ブランも嫌な子だったりするのかな。あるいはもっと凶暴で常時切れまくりとかになってたりして。ああいう自分の国さえ良ければ他はどうでもいいって態度は正直気に入らないわよ。やっぱり私が一刻も早く新しい国を作らないと。頑張ってね、ノワールちゃん。あなたはもっと頑張りなさいよ。もう自分の国を持ってるんだから。そういうことだから、うかつに近づこうなんて思うのないわよ。そうでなくても、ルビーには良くない噂もあることだし。良くない噂？ほほん、それはそれは興味ありますな。どんな噂なの？下世話な顔してるけど、あいにくそんな話じゃないわよ。あくまで噂だから、どこまで信憑性があるかは分か
からないけど、ルビーはね、裏で七賢人とつながってるんじゃないかって言われてるの。七賢人？確か前にもそんなこと言ってたよね。でかい声で喋れんのか貴様は。ごめんなさい。それでは本日の七賢人の会合を始めたいと思います。気持ち悪い声を出すな。おまけに噛みまくりっちゅ、小島がどじっこあってきたって痛々しいだけっちゅ。しまって、そりゃそんなに若くはないですけど。はいはい、そこまで。あんまりいじめちゃかわいそうよ。そんなことより、はよ始めてくれんかな。わしはこれでも忙しいんじゃ。立場上頻繁に本業を抜け出すのもうまくないしよ。今日は誰の召集なんだ。この私がわざわざ足を運んでやったんだ。くだらない話だったら容赦せんぞ。あの今日は私が召集をかけまして。貴様が召集だと？ごめんなさい。生意気なことしてしまってごめんなさい。やめんか。いちいち脅かしとったら話が進まん。でも珍しいわね、レイちゃんが私たちを呼び出すなんて。よっぽどのことがあったな。はい、そうなんです。でもまだ確定情報というわけではなくて、裏を取る時間もなかったんですけど、それでも信憑性はそれなりに高いと言いますか。前置きが長い。さっさと言え。はい、実はですね、プラネテューヌにまた新たに女神が誕生しまして。なんだと？本当だろうね。というか、来たというか、来たかもしれないような、そんな気がしたりしまして。はっきりしろ。はっきりしました。プラネテューヌに新たな女神が誕生しました。にわかには信じられんが、事実だとしたら確かに一大事じゃの。プラネテューヌ、おい、どう思う？あんな吹けば飛ぶような神聖国家に二人目の女神だと？そんなヨタ話信じられるか。そんなこと言われましても本当なんです、多分。でもそんな情報一体どこから仕入れたっちゅか。それはこのネズミも試験中？私のネットワークにはそんな情報引っかかってないわね。言っちゃなんだけど、この手のことで私がレイちゃんに遅れを取るとは思えないんだけど。それはですね、いろいろ深い事情があったりなかったりで。もう一度言うが、もしこの私を担ごうとしているなら、それなりの覚悟はしてもらうぞ。めそうもない。そんな大それたこと私にできるわけないじゃないですか。まあ何せよ、まずは事実確認よね。本当だったらショックだけど、この私が情報に関して誰かに出し抜かれるなんて。すみません。事実確認って言っても、どうやって調べるっちゅ。こんなうさんくさい話を調べるの、おいらはごめんっちゅよ。いや、
こういうのは適任がおるじゃろうな。ん？そういや、今日は来ておらんのか？あの口やかましい小娘は。いない方がせいせいするがな。あのキンキンうるさい不愉快な声は耳障りだ。そのことなんですけど、実は彼女には会議の前にこのことを話してしまいまして、そうしたら止めるのも聞かずに飛び出していってしまって。相変わらず落ち着きのないガキだ。まあそれなら話は早いわね。後のことはあの子が戻ってきてから考えましょう。しばらく待機か。時間の無駄にならなければいいがな。やれやれ、わしはさっさと仕事に戻りたいんじゃがな。おい、俺様は腹が減ったぞ。何か出せ。こういうのは呼びつけたやつが用意するものっちゅよ。さあ早くするっちょ。え、でも皆さんが招集かけたときは何も出してくれない。聞こえんな。まさか文句でもあるのか。ありません。すぐにご用意いたします。苦労してんなこいつも。おお、七賢人。つまりそいつらが今回の悪役ってことでいいんだね。本当に理解したの？ちゃんと人の話聞いてた？何その疑いの眼差し。ちゃんと聞いてたってば。じゃあ私が言ったことを簡単に説明してみて。私を試すつもりだね。いいよ、その挑戦受けて立った。その七賢人ってのは女神が国を治めるのに反対で、ああだこうだ文句つけてきてるんだよね。ええ、そこまでは合ってるわ。結論、七賢人は悪いやつら。証明完了。はしょりすぎよ、そんな単純な話じゃなくて。やっぱり途中から全然聞いてなかったよね。バレちゃった。あれ、ネプちゃんの言ってたことおかしかった？もしかしてあなたも分かってないの？七賢人っていつも意地悪言ってくる女の子だよね。私あの子苦手。あなたまでその程度の理解だったとはね。いいわ、もう一回だけ説明してあげる。少し長くなるけど、今度こそちゃんと覚えなさいよ。長いの？名人張りの連打で飛ばしたりしちゃダメ？私は連打苦手だから、スタートボタンでスキップがいいな。ちゃんと聞きなさいよ。7人のトップがいることからその名で呼ばれている謎の組織よ。彼らは正しい規制を敷くことで女神の統治を必要としない国づくりを提唱しているわ。当然そんな信条を掲げているんだから、女神の存在そのものにも否定的で、ブルルートもプラネティウヌの国を作ってから何回も嫌がらせを受けているわ。おそらく10年ほど前から活動を開始したと思われるけど、そのあたりの情報も曖昧で、とにかく秘密が多い。そもそもトップの7人からして存在が公になっているのは1人だけだし、裏では犯罪めいたことに手を染めてるって噂もあるけど、確たる証拠は一つもなし。さっき言ったルイと繋がってるかもっていうのもあくまでそんな噂の一つね。でもその思想に賛同する一般人はかなりの数に上るとも言われているわ。だから簡単に 100% の悪と断定することもできないの。どう？簡単にまとめてみたつもりだけど、今度こそちゃんと分かったわよね。
ていうのね。はぁ、もういいわ、すっごく疲れた。あぁ、ブルルノアルが今私たちのこと見捨てたよ。見捨てないで、ノアルちゃん。あぁあぁ、うるさいうるさい。後でネプペディアでも見て、自分で復習しなさい。ネプペディア。簡単なのに。なんだっけ、けんちん汁？美味しそうだね。けんちん汁は悪いやつだ。体に良さそうだけど。七賢人でしょ、なんで名前まで忘れるのよ。ガラッ。誰？物理的に攻めれるって手もあったわよね。まあ私には真似できないけど。信じられない、幼女に手を挙げるなんて国際法違反なんだからね。絶対許さないんだから。うん、認めた。あ、今自分で幼女って認めた。ないわね、子供相手に。あれ、私が責められてる。そんな、私は二人に見捨てられたから仕方なく。ねえねえ、いい子だから泣き止んで。あ、
血がにじんでるわよ。ネプチューニに引っかかれたのね、かわいそうに。何この素材感。触んないで。敵の施しは受けないわ。開いたあ、こら、せっかく人が手当てしてあげようと。うるさい、うるさい。ついに本性を表したわね、プラネっていうのは。王女を女神として働かせるだけでもアウトなのに、追い詰められたら暴力を振るうなんて最低だわ。幼年幼女に悪影響を与えるわ。先に手を出してきたのはそっちだよ。私幼女じゃないのに。まったく、毎度毎度言いがかりをつけてきて大騒ぎして。私は世界中の幼年幼児を守るために活動してるんだから。だから私は正義なの。私に逆らう奴はみんな異常性思考者なの。そんな無茶苦茶な。それにしてもあいつの情報は正しかったみたいね。まさかこの私と互角に戦えるだなんて。互角どころか、あなた泣かされてたじゃない。圧勝だったよね。だからうるさいってば。古墳、もう調べはついてるのよ。あなたがこの国の新しい女神だってことはね。おお、見ず知らずの幼女にまで私のことが知れ渡ってる。いやー参ったな。あんまり有名になりすぎるとプライベートが。カリスマがありすぎるのも困りものだな。この子女神じゃないわね。え、ちょ、ノワール、そんなぶっちゃけなくても。せっかく女神って思い込んでるのに。だよね、ネプちゃん変身できないし。あー、ブルルンまでダメだって。子供の夢を壊すようなこと言っちゃう。女神じゃない。じゃあどうして私が負けたのよ。弱いから。弱いからじゃない。言っちゃった。弱いからかな。スライムより弱かったね。あなた名前は？私ネプテューヌだけど。ネプテューヌね。その名前絶対に忘れないんだから。ああ、待った。人の名前だけ聞いて自分は名乗らないってのはどうかと思うよ。ふふん、いいわ、特別に教えてあげる。私は七賢人の一人、七賢人のアイドルにして広報担当、ことはじっくり七賢人の会議にかけさせてもらうわ。私たちが本気になったらこんな国あっという間に規制でがんじがらめよ。覚悟しておきなさい。言っちゃった。もうずるい。弱っちいロリコのくせにあんなかっこいいロゴ持ってるなんて。でもさ、あんな弱いのに七賢人の一人なんて。七賢人って実は大したことない。まあ、あの子の戦闘力に関してはそうみたいね。他の6人がどうだかはわからないけど。ネプちゃんがいてくれて助かったよ。いつもはあの子私に意地悪なことばっかり言ってくるから。まあ、バカには小難しい話は通じないし、まさにバカとハサミは使いようってやつね。それほどでもノワール、それ褒めてる？
褒めてるわよ。今日の仕返しにまたうるさいこと言ってくるかもしれないけど、その時はよろしくね、ネプチューン。よろしくね、ネプちゃん。頼られるのは嬉しいけど、なんか性欲利用されてるような。よっしゃ。さて、まあ試験人になる新たな、組織も、だんだん見えてきたことですし、まあそれらとこう戦いながら進んでいく感じになるんですかね。やっぱ結局これからどうするんだろう。またうん、クエストを攻略して進めていく感じなのかな。ルビーとのシェアがどんどん離れていくんだけど、これはいいんだろうか。まあいいや。じゃあまた、ギルドに足を運んで、クエスト受注して話を進めていきたいと思います。では、神事件ゲームネプキューンのビクトリー実況プレイのパート7、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるな。